に到着しました。そこから9日間、8日間かな、パリ取材したいと思います。始まります。酒井さんのお部屋に行きました。ファッションウィークだと大体これぐらいの量になりますかね。洋服はハンガーにもかかっているのはこれぐらいと、あとは畳のお洋服ですね。意外とコンパクトですね。コンパクトです。今回はですね、チューリヒから向かったので1回移動があったんですね。なのでちょっとワークっぽいこういうのがあると移動にいいかな。長期の移動は向かないと思います。なぎなんで。これはどこのオールインワンですか？これね、ドレスバンノッテですね。で、ワンピースがちょっと今日着てるのも入れてですね、3点。ロエベのコットンワンピと、3点というか4点ですね。これもドレスバンノッテです。これがスカートで、その上にこのワンピースを重ねるんですよ。柄は一緒なんですけど、ちょっとこう素材のニュアンスというか重なって、これもいるとよく褒めていただきます。これはもう長年愛用しているプラダのワンピース。ファッションウィークってあんまりそういうカクテルとかないんですけど、今回スイスでそういったカクテルがあったので、それでこれは着用したり、急なディナーの時とかもよくこれは、はい、綺麗ですね。トップスもブラウス柄と黒と白のブラウスを持っておくととっても便利なんですね。でジャケットは普通のこういうテーラードの。これはどこのですか？これはねセリーヌですね。へえ、はい、パリシックですね。パリシック。これがシャネルですね。まあパリシック超お気に入りシャネルです。はい。それからデニムのブルゾンもちょっとオーバーサイズの。これはどこのですか？ロエベですね。で今回はですね、パリがすっごい寒いって聞いたので、この季節コートは持ってこないんですけど、すっごい寒いからコート持ってきた方がいいってパリの方に聞いてたので一つ持ってきました。こういうあ結構コートちゃんとしたコートですね。はい、これアディアムですね。でもさらっと羽織れて良さそうですね。多分朝が冷えるときはこれふわっと羽織っていけるっていう。私はすごいデニムが大好きなので、デニムを 1,2,3 4つ持ってますね。はい、形を全部変えて。それはどういうなんか履き分けなんですか？履き分けね、気分ですかね。気分。寒いと聞いたのでストールを1枚2枚3枚4枚5枚も持ってきてしまいました。ここにもある実は。で、T シャツと、この2点はタートルネックのトップスです。で、寒いと聞いたのでセーターもあります。すごい、防寒は万全ですね。防寒は、でも寒いとね、本当に。今回残念ながら私たちのホテルね、バスタブがついてないんで、風邪ひいたら大変と思って、健康にはすごく気をつけてます。トロッタはですね、特大サイズと通常の、何リットルか忘れちゃったんですけど、こっちに洋服を入れて、こっちに小物、シューズとかバッグとか。何年ぐらい使ってるんですか？何年だろう、20年は経ってますね。20年以上。この子は機内に持ち込んでます。3つサイズ違いで、うん、そうですね。で機内持ち込みのところにちょっとこう高価なもの入れたりとか。これで全部入りますか？入ります入ります。スカスカでした今回。独自のパッキング術。スタイリストのアシスタント時代に叩き込まれた収納法を使ってますね。バッグはですね、ファッションウィークでショーの取材をするっていうことなので、小さめのものっていうのをメインに持ってきました。チェーンバッグ。結構荷物も入りますよね。入ります、あります。テンション上がりますね。これはアラリアですね。ファッショニスタが結構ファッショニスタの人が持ってます。これの色違いもありますし、スタッツのを持ってる人もいて、私たちツインズだなんて言ってました、この間。かわいい。かわいい。ちょっと携帯が入らない。でもまあこういうのはね、ちょっとテンションが上がるので。で、これはサンローランですね。こ
これは新作じゃないですか。新作ですね、はい。これ本当に何でも入り、何でもというかたくさん入ります。今回はこのトロリーとこのサノラのバッグで飛行機に乗りました。ロエベの餃子バッグこれもイットバッグですね。イットバッグ、この子もすごい人気みたいです。今日ロイベのショーがあるんでこれで行こうかなと思ってるんですけど、ね、なんかこう抱えて持ってる人とか餃子、はい、かわいい、かわいい。あとは、これルイ・ヴィトンですね。これもねすごいたくさん物が入ってとっても軽くて使いやすくってすごく重宝してます。何でも合いますよね。何でも合う。それからこれはディオールのトートですね。パリでも持ってる人多いですよね。多いですよね。あの普通の大きい方のトートも。そしてちっちゃいバイクの中で一つだけバレンシアガの新作じゃないですか。アワバッグの新作じゃないかと今スタッフとも荒木ちゃんとも話してましたが、あとこれですね。これにあとこのパソコン入れちゃいます。それで車の中で作業する。車の中で私たちね、車がもうオフィスなんで。これ何が入っているかというと、はい、入れていきますよ。はい、もちろん充電器でしょ。あったかい飲み物。皆さんこんにちはってやるやつですね。頑張ってますね。セレブの皆さんに、はい、この子すごい大活躍してます。これがちょっと今回ショーは少ないんですけど、毎日こうやってファッションショーのインビテーションを入れてもらう袋ですね。今日はロイベのショーなのでこういうすごい立派なこんな感じです。今日はね、伊勢さんの紹介ですね。伊勢さんも毎回こういう紙のこんな感じでこうやって名前が入ってシートナンバーが入ってるのを入り口で見せて、ブランドさんによってはセキュリティチェック、カバンの中見せてっていうあの空港でやるやつですね。あれをやって安全を確認されてから私たちは紹介所に入ります。シューズは、足元はなんかマルジェラの気分だなと思ってマルジェラのシューズを中心に持ってきました。タビだけで3つありますね。タビ3つで、あとはシャネルの、シューズ2足ですね。今履いてるこういう2履いてます、うん、あの健康グッズ的なもので言うとすごい量じゃないですか。すごい量なんですね。ちょっと恥ずかしいんですけど、やっぱりね感染症対策みたいなのがあるんですけど、本当にファッションウィーク過酷なんで、こういう湿布湿布湿布です。これ塗る湿布です。それからうがい薬、ルームスプレー。ニューヨークの出張の時にクロスビーストリートホテルっていうのがトライベッカにあるんですけど、そこのルームスプレーです。可愛いから塗ってきちゃいました。でこれがアキニシアっていうハーブの濃厚なやつですね。この辺はいつも使う。湿布はどういう時に使うんですか。これ、うん、これ塗るんです。肩こりってことですか。肩こりと腰とか全然出てきますよ。鼻うがいをするんですね。もうパリってすっごい会場内とかすごく空気が悪いのでほぼ毎日してます。こんな携帯用が売ってるって知らなかったです、うん、スティックのこれなのを見つけた時はちょっとテンション上がります。ビュリーっていうフランスの老舗薬局で皆さんもご存知だと思うんですけど、マスク用アロマシールっていうのがあるんですね。おしゃれ、はい。ただ私マスクに貼らずに枕に貼って寝ます。眠れない時用にメラトニンの口の中にシュッシュッてするスプレーですね。ニューヨークの空港で買いました。これまた次見つけたら買いたいなと思ってる。シミ取りシートとかもお清め塩スプレーっていうのがあって、ここは本当にすごい気がいいだって感じなんですけど、ヨーロッパでたま時々ね古いホテルとかに泊まるとちょっとどんよりしてたりとかすると、まあアロマだったりもそうなんですけど、このスプレーをシュッシュッシュッ。すごい売ってるんですか。売ってます。あのあそこに売ってるコスキチ、へえ、あの表参道の交差点にあるじゃない。ありますあります。そこのレジに売ってますよ。へえ、結構いいんですよ。まあこれは余談ですけど、こういう縁切りスプレー何すごくないこれ。それどうやって使うんですか。いや、お化けが出たらやだな全然お化け出るようなホテルじゃなかったえ、それ用の縁切りスプレー。縁切りする時になんかこうやって10日間ぐらい私たち滞在するので、体にはとっても気をつけなきゃいけなくて、かつ食事ができないっていう
ことが結構あるんですね。なのでこういう卵スープだったり、フリーズドライ便利ですね。あとこれがお腹いっぱいになるんですよね。全部の、はい、フードバーっていうやつですかね。ワフリス、これお茶っ葉です。何茶ですか？おとぎり草っていう落ち着くためのお茶。今ハマっている昆布茶。先日韓国で撮影したんですね。韓国タレントさんをそこの事務所の方がお土産に行ってくださった昆布茶です。メディテーション抹茶、これもスティック状になってるんで、美味しいお茶が飲みたい時はこれ。こういうサプリ系ですね。そんなにサプリメントとか全然飲まないんですけど、持っていくとお守りみたいなもんですかね。それを入れているこういうトラベルポーチっていうんですかね、まあ、下着だったり入れておくんですね。でそのまんま引き出しとかにボンって入れておくと、並べなくてもよくて、こっから普通にパカって開けて引き出し感覚で使います。これ全部大きさは微妙に違うんですね。全部違うんです。マトリオシカ。でここに常備薬、薬、あのみんながちょっと体調崩した時のように薬局針に全種類の。すごい。保健室の先生みたいな。保健室の先生みたいな気持ちでやってます。広い会場ですよ。いいですね、いいです。おお。こういう黒い会場でエッフェル塔のそばでね、あれます。今回はエントランスがちょっと変わったので道に迷いました。私たち今無事到着してこれから行ってきます。行ってきます。行ってきます。ロイベの紹介です。前回からここですね、車で30分乗ってきましたのお城で、お城の手前にこういう施設の大きな紹介所を作って、かわいい。かわいいね。お野菜とかフルーツをいただきました。お昼今日きっと食べれないので、私たちこれでお昼をしのぎます。これがウェットティッシュですね。マスクにスプレーすると24時間抗菌しますっていうのを薬局 でこれはアロマオイル、ゼンジェストっていうブレンドオイルですね。これしょっちゅうつけます。リフレッシュ、ウカのハンドクリーム、
もうないもうないけど、それですごいバズってるんですよ。韓国語、そうなん、韓国でバズってて、ここぞと言うこれ1回分1回分です。え、いいの？もちろん。ありがたく高倉ちゃんから頂戴しましたこれがないともうコーヒーでもこれいいです、大ポータクじゃないけど、いいです。オスカのようにこういう感じです。結構今日肉肉しいです。トーストしてバター塗ってスクランブルエッグに、ちょっと2枚食べるのヘビーなんで、このハムでこぼれないように押さえてるっていう。なんで今日は肉食なんですか？いや今日ね、あれなんですよ、お昼がもう絶対食べられないって分かってるんで、朝しっかり食べるっていうことにしてます。ゆきのちゃんもまあまあガッツリ系ですね、今日はもうちょっと大変なんで、これを食べて乗り切りたいと思います。サドラの展示会に行きました。今日は思ったよりも暑かったので、スウェーデンのシャツドレス1枚です。サンドラのそして2杯ビーチです。こんな感じです。かわいい。昨日ローのショーを見て、エステの方ですっごいクワイエットラグジュアリーなスタイルをしている人が本当に上手に、石のないゴールドとか、多分プラチナとかホワイトゴールドの、ブレスレットを重ね付けすごいしてたんですよ。なので私も今日もピッと作る、結構お勉強です。ここで名前を言ってチェックインして中に入ります。仕事してるバタ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 ここは秋と日本食のレッスン、ちょっとだけ時間がクイックディナー、はい、すぐできるので美味しそう、すごいですね。お疲れ様でした。お疲れ様でしたやはりこれが全て取材が終了しました。トレンドだったりとか、その、ね、詳しいレポートはエンジャポーンだったり、できたので、ご紹介しますので、こちらもぜひご視聴いただきたいんですけれども、あと日和さんの感想をするならば、寂しい、すごいたくさんあったなっていう感じがしていて、行きたいなって思えるような素晴らしい環境が本日たくさんありました。お昼食べなかったり、車の中でバタバタだったり、コースドタバタだったんですけど、今回は本当にお天気も恵まれて、全部ちゃんと体調崩すこともなく、今回は本当にいい感じで取材ができたかなと思ってます。なので皆さん、それも楽しみにしてください。